さあ、宇都内港から、まっすぐ行くといよいよ苫小牧の、建物が見えてまいりました。まあ、市街地、まだ市街地っていうわけではないですけどもね、このまま国道をだーって進みます。ただね、グール先生がね、意外に言うこと聞かないんです。可能な限り最短の道をね、進ませようとするんでね、国道36号線からね、そらさせようとするんですよ。俺はな、国道をまっすぐ進みたいんだ。だから Google はね、Google 先生はね、俺の行く道を邪魔しないでほしい。Google 先生の言うことを無視してまーすぐ行くことで苫小牧市街地にたどり着きます。ね、この通りは思ったより建物というか商業施設がいっぱいありましてね、なんか利便性がよくある、なんかありそうげな場所なんですよね。札幌では見ないコメニとかね、イオンもありますから。で、その通りを過ぎますと、次にね、また左に曲がります。これもまだ国道です。で、ここからまっすぐ行くと、次はね、海岸線にたどり着くことになります。まだまだまっすぐ行きます。以前、冬の時行った時はね、この時点でちょっとガソリン給油し忘れてたんでね、ちょっと心配なところもありましたけども、今回は大丈夫です。新しい車でございますから。お、あれは、あれはハローマックの残骸ですね。フィッシュランドになってる。ハローマックの残骸ね、北海道でもよく見かけるんですよ。はい。苫小牧を抜けて白老町に到着いたしました。ね、左側にはね、海岸、海があるんですけどもね。白老町といえば、有名な白老牛が、ありますからね。あれはね、俺食ったことないんですよ。そしてね、海岸だからね、こうやって風力発電施設もあったりとかします。一機だけなんだ。まあ、そういうもんか。うん。そして、ほら、左側、ね、見えるでしょうか？行っちゃっていいですか？俺。行っちゃいますよ。ウェミナーで、さっきの右側、ね、セルフ岡本がありましたけども、あそこでね、前回、2年前は、ね、どうしようもなくなって給油しに行ったっていう記憶があります。あそこだったんだな。もうエネオスになってるよ。はい。でかい熊が見えますけどもね、こちら、五条浜温泉に到着いたしました。もうここまで来たら、もう登り列は、あと少しなんじゃないかなと思います。あとちょっと。はい、見えてまいりました。左側ね、ちょっと見えないと思うんですけども、電柱にね、例のあれ、見えております。じゃあ行きますか。行きましょう。登り別といえば、熊牧場、愉快な仲間が、楽しい仲間が、イエーみんな待てるぜ熊牧場ここは登り別熊牧場いや、違うな。あれやんないといけないな。熊牧場今回はね、できれば、熊牧場行ってみたいですね。俺の、その気があれば。はい、ここで国道36号線からそれますね。右に曲がると、あとはまたまっすぐ行くだけで登別温泉に到着するわけですよ。いやー、ここまで来たな。そしてね、これ上高速道路なんですけども、そちらをね、下から通っていくと右手側に
洞爺湖に本店がある若狭芋の分店があります、ね、途中でそちらに寄るっていうのもありかもしれません。あー、また見えてきましたね、熊牧場。あ、これウィークと切れちゃうんだよな。熊牧場、うん、まあ熊牧場だけじゃないんですけどもね、隣にあの伊達寺内村っていうのもありますし、さあどんどん山の方に行きますよ。こちらを下っていくとね、もうすぐ見えてくんじゃないかな、この橋ね、越えてくとそろそろ見えてくるはずなんですよ、建物が。こんなに奥深かったんだな、改めて思います。あ、はい、見えてきました。はい、到着でございます。登別温泉でございます。もうね、目いっぱいホテルがありますからね。いやー、なんかさ、まあ下通ってだいたい3時間ぐらいかな、そんなに長くは感じなかった気がします。まあ知床で狂ってますね俺。さあね、あの1時半ぐらいに到着してたからね、チェックインまでまだまだ時間があるんですよ。なので行きましょう、登別熊牧場行っちゃいましょうねえ、ちょっと気になるんだよここ。ファッはぁ、どうすんだよこれ。いや、まあ風があるから仕方ないけどさ、計画だこれだよな。どうしよう。今日行かなかったら絶対行かねえぞ多分。どうすんだよ。仕方ないから、とりあえず地獄谷のロケハンでもして時間潰しますか。あと1時間半ぐらいあるんだけど、まあ適当に地獄谷をブラブラして、でホテルに行きますか。へー、まあ風が強いから仕方ないわな。まあ、台風の影響ってわけではないんですけどもね、なぜか風が強いんです今日は。まあいいでしょう、到着したから。